おい、段差越えただけでミシミシ言うし、なんかハンドル重いし、大丈夫かよこれ。というわけで、名前に S を冠するベンツの加速音をどうぞ。アースカーというカーシェアサービスで、やけに押されている、ベンツの SLK クラス、そうです、赤い、オープンカーの、ベンツの、S です。R172 型というらしいですね。SLK200 トリアに書いてありますが、エンジンは直4ターボみたいです。この年代のベンツって、言っちゃ悪いけど内装がプラスチッキーで、コストダウン感じますよね。これはウインカーレバーで、先端を回すとワイパー、押し込み続けるとウォッシャー液、上のスティックはクルーズコントロールです。なんか適当に扱うと折れそうですが、質感がプリウスにも劣っている感じですが、まあ昔の話だし、かなり古い感じだからな、なくなる前に乗れてよかったぜ。スイッチの感触にも、レクサスにはある高級感が、このベンツにはねえな。新しい世代は逆に、内装に妥協が見つけられないレベルだ。分けて考えた方がいい。年代は古めなのに、電動パーキングブレーキ装備ですよ。電子デバイスを初期から導入する、ベンツらしさがありますな。屋根は開けませんでしたが、ここにコントロールがある、電動開閉ですな。シフトノブが邪魔ですが、ここを開けるとシガーソケットがあるようで、この世代では定番の、実は差し込んで回さないといけないキーです。ETC カードが上、ピーッと異常にうるさいですね。この ETC ユニットはわめくことしかできないのか、というわけで指導したのですが、レクサスの UX や NX は、指導だけで、明確に精度の良さが出てたけど、このベンツにはそういうのないですね。まあ整備状態不明だし古いし、あんまり攻めないようにしましょうか。地味に隣が LC500 だし、近くの川が氾濫したら確定で死ぬ。半地下のところに止められている。しかも、ヤリスがいるせいで、素直に左に出ていけない。なんでこう、東京の駐車場って、不親切なところばっかりなんだ。下町を歩いていると、どうやって止めたんだ？って思う場面ばかりだぜ。あんまりトルクないっすね。かなり踏まないと登ってくれない。というか、屋根の接合部のところから、今の段差を越えた時、ミシっていう音が出たぞ。バックビューモニターは画面小さいし画質荒いし、なんというか、この個体やべえな。今にも壊れそうな感じがする。個人的に使いたくないヤバいという言葉を、あえて用いたのは、ボディの接合感や内装の古さ、パワートレインの動作などの様々な要素が合わさった上で、何とも言えぬ不安感が生み出されているのを、感じてしまったからだぜ。なんかハンドルが重いんですけど、こういう味付けっていう感じの重さじゃねえな。パワステの動作が悪くなってる感じ、間違いなく、新車時からの大きな性能劣化が起こっている。どうしたこの動き。今左後輪がある位置に、ちょうどかなり高い縁石があるんですよ。越えようと頑張ってます。幸いにも車体がコンパクトなのと、小回りもかなり効いてくれたので、取り回しは良好でしたね。まあなんというか、今回の動画を、SLK クラスの評論とするには、あまりにも車両状態に酷がある。どちらかというと、いかにもヤバそうなカーシェアベンツに乗ってみた。そんなノリで見ていただきたいです。なんというか、名前に S が入ってるけど、C クラスベースの、2シーターのライトウェイトオープンカーなんですね。SL クラスが上位らしいな。この年代のベンツのラインナップ、投稿主はよくわかってないぜ。ウインカーはここか。なんというか、バチッという、破裂音が出るんですよね。イメージに反して視認性は良好で、車体サイズと相まって、狭い東京でも、比較的乗りやすいですね。最小旋回半径は 4.8 メートル、横幅1845ミリの、前後に4150ミリ。この小ささ、東京で乗るには最高ですね。仲間の中古のオープンカー、あの子は髪なびかせた。個人的には USA のあの歌詞、BMW の3シリーズカブリオレじゃないかなと思うんです。いや、ベンツじゃないのかよ。というわけで深夜の東京を流してますが、暗闇の中だと、内装にはベンツ感が出ますね。別に感動するほど高級ってわけじゃないけど、かっちり感という言葉が似合う。後で細かくレポートするけど、段差を越えた時のボディの剛性感や、ステアリングフィールも古くなっているとはいえ、高級車として作られているのはわかります。もっさりしたエンジンだよな。あとトランスミッションもダメ。だるだるすぎる。踏んでも踏んでも加速していかないんですよ。1.8 リッター直4ターボの、車重約 1.4 トンだそうですが、高回転型なのか？なんというか、音がうるさいだけの車外マフラーつけて、
トルクダウンしてる、自称車好きがいじった車みたいな加速感。諸元表を見ていると、1800回転から4600回転において、最大トルクの 270Nm が出るらしいけど、そんなトルク、どこにあるの？最大184馬力というのは、まあそんなもんかって感じ。トランスミッションは7速 AT らしいが、これがまただるいんだよな。エンジンがトルクないくせに、踏んでもキックダウンが全然入ってこないし、明らかにパワーをロスってる。トルクコンバーターのところ、あそこで体感 30% くらいは、パワーが失われてる印象を受けるよな。大抵の AT のトルクコンバーターって、走り出した後は、直結させるそうじゃないですか。でもこのベンツの加速フィールとしては、常時オイルを介して、エンジンの動力がタイヤに伝えられてる感じなんだよな。注意点としてこのベンツは、最下位グレードであることだ。1.8 の直4ターボと、2リッターの直4ターボと、3.5 リッターの V6 自然吸気が、ラインナップされているようです。3.5 リッター級が用意されてる車種の、小排気量グレードって、基本的に加速力がお粗末になりがちだ。その上には 5.5 リッター V8 で422馬力ある AMG モデルもありますから、加速力については、あくまでこの個体に限った話だと言えます。このくらいの年式と距離のベンツ、カーセンサーで見てると安いんだよな。100万円以下で買えてしまう。メカ的な話は、スカさんガレージというチャンネルで紹介されているので、私は主に、走行フィールについて、買うのはやめとけという話をしていきます。そもそもね、こんなの買っても見栄になるどころか、軽自動車以下の安物で見栄を張ろうとしてる、みっともない人として見られるんよ。新東名の追い越し車線で、車間距離詰めてそう。それに移動手段としても、信頼性がないし、経済的でもないし、YouTuber が遊びで買う。これ以外の用途を、私は見出せません。そもそもこの古さの台車を、本体の安さで買ってる時点で、でかい故障あっても直すかねないやろ。なおこの発言はブーメラン自白だぜ。このチャンネルの試乗シリーズにおいて、あんまり褒めるような発言をされない車種は、基本的に私にとって、微妙な車です。実はこのカメラ、視界の中央を思いっきり塞ぐ位置にあったので、横移動しました。これから首都高乗るんだ。安全には変えられん。たまにコメント欄で聞かれるのですが、GoPro をクリップマウントに取り付け、サンバイザーに挟んで、吊り下げて撮ってます。高画角すぎて内装が歪んだり、サンバイザーの位置が微妙で、運転の邪魔になったり、内装映らなかったり、でもゆっくり実況で行くなら、吸盤で窓に貼り付けるよりは、バランスがいいと思っております。早い段階で首都高に乗り込みますぞ。ステアフィールとエンジンと乗り心地は、上で話しましょうね。ふむ。ウインカースティックがパッシングに使えるのは、どのメーカーも一緒か、というかマジで登らねえな。悲惨なレベルのトルク不足だ。あからさまなコストダウンというか、ベンツという名前を安売りしてる感。もっと高性能なエンジン乗せとけよ。こういう弱点って、多分現行型になると、完全に消えていると思います。こんなに古い世代で、ベンツそのものの評価とはしたくないっすね。あくまで目の前の個体の話をしていきたいところ。合流加速に不安感がある。頑張ってくれよ。安全のために加速力は必要なんだ。あらら、撮影中の私、意外に踏みませんでしたね。来てないのが見えてたのかな。中程度の加速をしても、もっさり感は消えていないな。見てこのナビの画質。論理空軍の MV みたい。早い段階から電子装備を充実させるという、ベンツや BMW たちの取り組みが感じられて、これはこれで面白いな。ちょっと不便だが、ここでジャンクションのカーブが来るので、パドルでシフトダウンをするのですが、絶望的に反応が遅いのよ。いつもなら攻め込んでるところだが、ダラダラ走ってるあたり、あんまり乗り物を信頼していない証拠だ。未来に乗った時なんか、乗り込んで数百メートルで、タイヤ鳴らすところまで行けたのにね。というわけで今のうちに、ステアフィールについてですが、結構いい感じです。回し始めの領域には、いい意味でだるさがあるので、ゆったり快適に流すことができます。でも攻め込んでいくと、ロールの収束はあまり感じないけど、切ったら切った分だけ、ぐいぐいと曲がります。初期のゆったりさと、高負荷域でのダイレクト感。この相反するであろう二つの要素を、両立させているステアフィールだ。快適にゆったり走れるし、攻め込んだら楽しいし、いいっすね。ただエンジントルクと、トルコンのロスと、絶望的なパドルシフトの変速ラグ、攻めようという感じにはならないです。オープンカーとして、ゆったり流すのが似合う。でもまあ、高性能車感はほぼないよな。あの外観だから、もっとスポーティーなイメージあったのに。車感あるし、ちょっと踏んでみましょう。交流があります。
ンターボの86と、あんまり加速感が変わらん。なんならこっちの方が遅い。ベンツだから高性能で加速も速い。必ずしもそういうわけではないのか。廉価を置きすぎると、ブランド全体のイメージが下がるんだな。よくわかるぜ。そしてまさかの、このトラックを追い越さない。もうね、ダラダラ走っているというのが、この個体の全てなんですよね。2011年から、2016年まで、新車が売られていたようだ。GTR の初期型が2007年スタートと考えると、新車発売時の評価としても、やっぱり劣ってません。なんというか、これ買うくらいなら、普通にマツダさんのロードスター買えばいいやん。さて乗り心地についてだが、このクラスの高級車としては、まあありがちな足だな。高速域での安定性のために、少し固めでゴツゴツしがち。ダンパーをそこそこ大きくストロークさせているのと、そこまで硬い入力はないこと。クッション性がそこそこあるシート。ここら辺を踏まえると、全体的に、快適に、ゆったり流す、コンフォートを意識したセッティングになっているようです。トラックに追いついても、追い越し車線には映らない。こういう運転が似合うセットアップだな。スピードよりは風を感じたい。そういうユーザー向けのベンツ、言い忘れてましたが、この車、エンジンの吸気音がむちゃくちゃ大きいです。エンジン音よりも、空気の音がしてくる。何が悪いんだか、ハンドル初期の重さとだるさのせいか、どうも攻め込んでいこうという気にならないんです。大衆向けセグメントのベンツって、全体的になんというか、運転してて面白さはないというか、正直トヨタ車の方が、まだ人間との一体感ありますよ。投稿主はベンツに興味ないんだが、さすがに微妙な車が続くと、AMG も試してみたくなるよな。それもパラメータをスポーツに振ってるような、AMG GT がいいですね。レンタカーがあるのか、手を出せる値段なのか知りませんか。こうなったら3億円くらい誰かに出資してもらって、車屋を回転するしかないかもな。個人的に気になる車を、買ってきては横流しするだけの車屋、私の15年後くらいの、理想の姿なのかもしれない。とりあえずお金を稼がないといかんな。というわけで高速道路を降りてきたのですが、道がわかりません。基本的に東名高速から近い、渋谷エリアをメインに活動していたので、池袋に来るのは初めてだ。カーナビの設定と、サムネ写真の撮影のため、ちょっと路肩に停車しますわ。ナビシステムは古すぎて、使い物にならないゴミだと思っていたが、意外に機能してくれる。嬉しい誤算だ。パーキングブレーキ、Dレンジでアクセル踏んでも解除されないっすね。おっと、ハザード中にウインカーを操作すると、ウインカーが優先される仕様なのね。そしてずっとガラスが汚れていましたが、ここで私、ウインカースティックをしっかり押し込むことで、ウォッシャー液が出てくれることを確認。カーシェアだと完全に空になっていることも多いからな。入っているのはありがたいぜ。カーナビ表示も、ナビ内の液晶も、古い割にはちゃんと機能してくれるというか、使いやすささえ感じます。なんだここ、封鎖されてるのか。東京の細い路地にはトラウマがあるので、仕方ない。ここは U ターンしましょうか。4メートル台の最小旋回半径は、小回り性能としては、かなり優秀な部類に入る。大型車になると、5.7 メートルとか普通に行きますからね。2車線幅の大通りで、切り返しなしで、右折 U ターンができるのは強い。大型化を高級感と勘違いしてる、最近の高級車たちには、原点回帰してほしいですな。どうだろうな、フェラーリに代表される、増大するスピードレンジに対応した、車体サイズの拡幅、こういう要素があると考えると、やっぱり難しいと思うが。さてと、窮屈なステーションからスタートすると、いつもそうなんだけど、返す時がだるいというか苦痛なのね。車体が小さくて助かりましたよ。狭いところに入っていくから、運が悪いと積むし、そういえば書き忘れていましたが、ステアリングのレザーの触り心地、なかなかいいですよ。握り込むともっちり沈み込む感じや、表面のすべすべ、しっとりさ、BMW と同じくらい感触がいいですね。乗り心地は、実は BMW の方がいいんだけど、ここで私、最大の過ちを犯します。右じゃなくて直進だった。悲しくなるからいちいち映さないけど、かなり面倒な思いをしながら、大回りしてきました。マジで東京って狭いよな。首都がこのボロさなのかよと、来るたびに思わされる。むしろ、戦後の焼け野原だった時代から、首都であり続けたから、この形を変えることなく続いてるんでしょうな。さて車庫入れについてですが、やってみるしかないんだよね。この路地、ベンツ多くね。あんなにでかい SUV、どうやって止めてるんでしょうかね。入り口からバックで下がってるのかな。ちなみにリバースギアに入れてから、バックビューモニターが起動してくるまで、少しだけタイムラグがあります。コンマ数秒かもしれないけど、それがちょっとストレスになるのよ。そしてこの勾配さ、車で降りていくと、見た目以上にきついのよ。このエンジントルクだからな、かなり踏み込まないと、
切り返しで登るのは辛いだろう。踏んでも踏んでも全然上がらないから、一歩間違えたら G クラスに突っ込みそうなくらいの、アクセル街道を要求される。正直、クリーピングだけでもモータートルクでかなり登ってくれる。プリウスの方が駐車ははるかに楽ですね。なんとかラインを合わせたぜ。これがまた苦しいんだけど、というわけで、この年代のベンツを買うか悩んでる人、確定で後悔すると思います。ただサクッと借りて乗る分には、面白い経験でしたね。次はどうしようか、アウディの TT かな。はい、では、ご視聴ありがとうございました。